ヌです。今回もドラゴンクエストヒーローズ進めていきます。ちょっとその前にですね、ようこそ。フェイミストーンちょっと補充してから行きます。さあ神に祈りを。高いんですけどベフマを補充してから行きましょう。はい、それでは次に進んでみたいと思います。闇竜シャムダ現る。ついに、最後の戦いですかね。ここまで追い詰められてしまったか。残されているのはもう城のみですわ。ここを突破されたら世界中が。本当に最後の砦というわけですね。来た、みんな作戦通りに行くぞ。
息子よ、この光の腕輪は我らが代々守ってきたもの。とても強い力を秘めた特別な腕輪なのだ。だがお前が真の勇気に目覚めぬ限り、腕輪の力もまた目覚めることはない。真の勇気とは、恐怖に立ち向かう強き心、そして己の身に変えても大切なものを守ろうとする優しき心。お前が真の勇気を持つ者ならば、きっと腕輪は応えてくれるだろう。やっぱりホミロンの冠が。やった、やったよ。僕、真の勇気を出せたんだ。光の腕輪が答えてくれたんだよ。ホミロン、すごいわ。ホミロン、お前は本当にすごいやつでです。あれを、シャムダの体を覆う闇が腕輪の光で弱まっていますわ。倒すなら今だな。作戦は、もう必要ない。あとは立ち向かうだけだ。ホミロンに負けない勇気を持ってな。大変なことに巻き込んでる。
な冒険をしたって知ったらみんな驚くだろうね。見せてやるぜ血のスパーク。角度は悪かったと当たりましたね。元の世界で待ってるみんなをもっとびっくりさせてやるわ。闇の竜だかなんだか知らないけどこれ以上の勝手は許さないわよ。まあ華麗な踊りで昇天させてあげるわ。そなたが飛んだ。ないのかな。皆さんご無事ですか。この通信パトシエだわ。よかった最終調整が間に合ったのね。これより我々も一緒に戦います。マジで世界に平和を取り戻しましょう。私たちも応援してます。どうか闇竜を倒し世界を守ってください。我が一族も皆で祈りを捧げています。あなた方の勝利を願って。私も乗せてもらったわよ。この戦いの結末を見届けるためにね。聞こえましたか。他の町の方々も駆けつけています。ありがとうみんな。頼もしい部下を持てたこと誇りに思うわ。それじゃ総員砲撃準備。前段惜しみなくぶっ放しなさい。はっ、お任せください。届いたわ、みんなの声が。世界を守るんだっていう強い思いが。ここまで来たら俺たちが取るべき作戦はたった一つだ。よく聞けよ。分かったわ。分かってるわよ。今回はいつもみたいな長いやつじゃないんでしょ。私たち絶対に負けない、それだけよね。ああ、その通りだ。了解だ。早う先に。さあ、分かったわ。出荷でいけ。全力で行くでガス。勝負でガス。行くわよ。
やった、闇竜が消えていくでガス。闇が光に変わっていく。わあ、すっごく綺麗。ありがとう。みんなにもな。さあ、お祭りのやり直しだ。たくましいの。あれだけのことがあったというのに、この盛り上がりようじゃ。あんなことがあったからこそですわ。今回の一件では人も魔物も傷つき、悲しい思いをたくさんしましたもの。大変な苦難を乗り越えた喜びを皆で分かち合っているのでしょう。私たちを迎えに来てくれたんだわ。元の世界へ送り届けるためにね。え、みんな帰っちゃうの？そんな、せめてお祭りが終わるまで待ってもらえないのかな。せっかくのお祭りだもの、私ももっと楽しんでいきたいわ。だけど、賑やかなのが終わった後だとお別れがもっと寂しくなっちゃいそうだから。そうですね、姫様のおっしゃる通り、我々はこの辺りでおいとますることにいたしましょう。分かっていたこととはいえ、いざさよならとなるとやっぱり寂しいでガス。やだやだ、言っちゃやだよ。やめてよ、私まで泣きそうになっちゃうじゃない。私たち強い絆で結ばれた仲間ですもの。本当はずっと一緒にいたい。でも元の世界にも私たちの帰りを待ってる大切な人がいる。だから戻らなくちゃ。そうよね。
すごく寂しいけど、みんなには元の世界に帰るべき場所があるんだものね。ほら、ホミロン、あんまりみんなを困らせるなよ。やあね、湿っぽくなっちゃって。根性の別れってわけでもないんだし、もっと明るくさよならしましょうよ。別の世界に暮らしていても私たちこうして出会えたんだもの。きっとまた会えるわ。そうね、絶対また会いましょう。うん、約束よ。うん。また会うことがあればはっきりさせようぜ。俺の剣とお前の完璧な作戦、どっちが強いかってことをな。ああ、約束だ。全部終わったのね。いや、まだ終わりじゃない。みんなの力で闇竜は滅び、世界は平和を取り戻した。だが、いつまたヘルムードのような奴が現れないとも限らない。それに、俺たちがまだ見ぬ世界がいくつもあるんだ。この世界の外にどんな危険が潜んでいるのかわからない。つまりだ、俺たちはこれからも…もう、また長いやつ？分かってるわよ。ん？守っていきましょう、私たちの世界を。ずっと一緒に。ああ。
はい、というわけでドラゴンクエストヒーローズ、クリアいたしました。物語的にはそんなに長くないゲームでしたね。まあ、クエストとかいろいろまだやり込みできる部分はあるので、そちらをやっていくと、まあ結構遊べるゲームではないでしょうか。強くてニューゲーム、強くてニューゲームが遊べるようになりました。ゲームを再開するときにクリアした状態で記憶した冒険の書を選ぶと遊ぶことができます。レベル、経験値、ゴールド、装備品などのデータを引き継いでストーリーを初めからやり直せます。また引き継ぎのボーナスとして全員がスキルポイントを50もらえます。はい、というわけでいかがだったでしょうか。そうですね、また新たにいろいろゲームを実況していければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。またチャンネル登録、高評価どうも、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。